皆さん、こんにちは。小池百合子東京都知事も応援演説に駆けつけ、有力視されていた伊藤祐氏は小池百合子知事や国民民主党の玉木雄一郎代表の応援を受けたものの、現職の青木英二氏に大差で敗れ、涙を飲む結果となりました。私が訴えてきたことが区民の皆様に届かなかった、力及ばず申し訳ないと敗因を分析する伊藤氏。小池知事がショックだったと語るほどの側近の敗北は、都知事自身の求心力低下も意味するものでした。選挙戦では伊藤氏は街頭演説で、26歳で区議、28歳で都議になり、22年間政治活動を続けてきた実績を訴えました。都議を続けていた方が良かったのでは、との声もありましたが、区長でなければできないことがあるという確信から出馬を決意したと説明。また、小池知事と共に都議として活動した7年間で、待機児童の問題をスピード感を持って解決に導いたと強調しました。予算を効率的に使い、都有地を活用するアイデアで、待機児童ゼロを実現したとその成果を訴えました。主張が変われば町が変わる、今まで困難だと思っていた社会課題が解決できると力説する伊藤氏。塾のない社会を目指す、スタディアシスト制度の実現や老後の不安解消のために区長になる必要性を訴えました。伊藤氏は塾のない社会を作りたいというライフワークともいえる政策実現のために、公立小中学校に塾の機能を呼び込んだり、放課後教室を作る制度のために奔走。けれど、お膝元の目黒区がいつになってもこの制度を利用しないことや、目黒区は特別養護老人ホームが少なく老後の不安が絶えない状況になっていることを説明した上で、こういった問題の解決については区長にならないと実現できない、選挙で勝って区長になって皆さんに安心できる目黒を提供していきたい、などと訴えていました。玉木氏は、我々はずっと一緒に仕事をしてきたと語り、2020年に始まったコロナ禍の中で、小池知事や伊藤氏とは様々な対策について話し合い、コロナ特措法を作る際にもアイデアを出してもらったことなどを明かしていました。また2022年の子育て世帯への10万円の臨時特別給付金の際にも、東京都が率先して所得制限を外した、例えば高校生まで5000円を給付しましょうということを決めたら慌てたのは国。ようやく今回、子ども未来戦略って児童手当を高校3年まで伸ばして所得制限も外すことになったが、そのきっかけは伊藤祐さんであり小池知事と紹介した上で、こういうことを一緒にやってきたので何としても勝ってもらいたい、今社会や経済が変わりつつある、だから政治も変えなければいけない、担う人を変えないと政治は変わらない、などと訴えかけました。伊藤氏への応援演説に駆けつけた小池知事は、都議時代の伊藤氏について、活躍度合いはトップと高く評価、改革をしていかないといけないという伊藤氏の決意に強く共感を示しました。その上で伊藤氏が掲げる4つの K、 すなわち教育、環境、介護、公園の政策に言及。臨死の森の緑を守り育てる方針や、区民の安らぎの場となる公園整備への期待を表明しました。小池氏はまた、目黒区の名物として目黒の桜、目黒のサンマット並び、伊藤祐を挙げるユーモアも交えつつ、全面的な支援姿勢を鮮明にしました。目黒区が発展し続けるためには、マグロのように休みなく泳ぎ続ける区長が必要と力説、その役割を担うのが伊藤氏だと強調し、区民のために結果を出し続ける姿を期待すると締めくくりました。しかし、有権者の選択は現職の青木氏に傾きました。このことにより小池百合子知事の連勝がストップ。選挙に強いと言われてきた小池氏にとって、目黒区長選の敗北は痛手と言えるでしょう。28日投開票の衆院東京15区補選や7月の都知事選、来るべき解散総選挙での小池氏の戦略に影響を与える可能性が出ています。都内市長選で小池氏は敵なし状態でした。元都民ファ都議を千代田区長、元都幹部を豊島区長と、小池色の強い主張を立て続けに送り出しました。さらに昨年12月の江東区長選、
今年1月の八王子市長選でも元都幹部の当選に貢献。特に江東区長選、八王子市長選では自民、公明とともに候補者を支援。政治と金をめぐり批判にさらされる国政与党に貸しを作った形、自民都連幹部とされました。一方で別の評価も。江東区長選では途中まで小池氏支援候補の票の動きは鈍く、選挙終盤に自公の動きが活発になり票を伸ばしたとの見方があります。また八王子市長選は小池氏と縁のある候補が複数出馬し、特定候補を支援する意味のない選挙と見る向きが、それでも選挙終盤で自公系候補の応援に入ったことに、ある自民都議は自公系候補が優位との情勢をつかんだのではないかといぶかります。小池百合子の勝ちパターンが崩れた今、都知事選など今後の選挙戦略に影響は必至です。小池劇場の求心力低下は都政運営にも影を落としかねません。ただ小池氏の逆風は目黒区長選の結果だけが原因ではありません。小池氏の過去をたどると金と男をめぐるスキャンダルが次々と浮かび上がります。小池知事は大学時代に同窓の日本人男性と結婚していますが、半年ほどで離婚。その後は様々な大物男性との寄り添いが報じられてきたけれど、ほとんど知られていませんが、百合子はキャスターをしていた80年代半ばから15歳ほど上の都内の広告代理店の社長に面倒を見てもらっていたんです。というのは双方を共に知る古くからの知人。ある時社長から会わせたい娘がいると言われて赤坂の料亭に行った。俺の女を紹介するとばかりにね。そしたらいたのは百合子。とびっくりした記憶があります。この社長は幅広い人脈を誇り、大物政治家や財界人、時にはヤクザとの交友を吹聴していた。とりわけあの松崎さんとはベタベタの関係でした。とは業界関係者、松崎さんとは JR 東ローソの会長だった松崎明氏のこと。松崎明氏は極左暴力集団と当局に認定されている核丸派のドンでもあった。そして社長は松崎さんの口利きで JR 新宿駅東口にあったイベントステージの管理運営を請け負い続けていた。おいしい利権でした。というから随分なやり手であることがわかります。その社長と小池氏が出会ったのはパーティーがきっかけ。すぐに実婚となり、電話はしばしばで、社長の会社にも出入りしていた。中でも驚いたのは、百合子が代表を務めていたファミリー企業の役員にこの社長を入れていたことです。この会社は所在地が当時の百合子の自宅で、役員も他には彼女のお母さんだけ。そこに名を連ねるということはよほど深い仲なんだろうと。それほどの仲だから小池氏と松崎氏の間に関係が生まれるのも当然で、松崎さんの出版パーティーの司会を百合子がしていました。結果彼女は極左暴力集団の広告塔を務めてしまったというわけですが、社長との関係は彼女が政界に入って出世し新たな庇護者を得る中で解消されていったといい、4年くらい前かな、社長に百合子とはどうなったと聞いたら、とっくに別れた、政治家はとにかく金がかかるよとこぼしていました。社長は3年前に世を去り会社も閉鎖。しかし知事にとってあまり触れられたくない過去であることは間違いないでしょう。グリーンがイメージカラーの小池知事ですが、実は金にはブラックで、知事に就任後2つのスキャンダルを報じられています。1つ目は彼女の金庫番を務めていた元秘書水田正宏氏にまつわる話。水田氏は2016年8月千代田区にある所有物件などを担保にみずほ銀行から3億3000万円の融資を受けました。しかしこの物件の資産価値は2000万円ほどしかなく、融資を受けたのは小池氏の知事当選の翌日。しかもみずほ銀行は東京都の指定金融機関。実にきな臭く、この金を何に使おうとしていたのでしょうか。この融資には当初小池氏と水田氏が共同所有していた練馬区の物件、現在の知事の自宅も共同担保として入れられ、
それゆえになされたものでしたが、この担保が融資同日付で解除されるという不可解な経緯があります。小池氏の承諾なしには行えない取引であることは間違いないでしょう。スキャンダル掲載後、水田氏は新潮社などを提訴しましたが、全面敗訴し控訴すらしませんでした。加えて2つ目の疑惑はより単純でかつ悪質。小池氏は12年池袋で不動産業を営む男性と知り合いました。男性はもともと石破茂元幹事長の後援者。小池氏にその年の自民党総裁選で石破氏を支援することを要請し承諾を得ます。その見返りなのか、長い付き合いになりますし、パーティー券は何枚でもお引き受けしますと約束し、実際12年と13年小池氏主催の政治資金パーティーのチケットを200万円ずつ購入しています。しかし彼女はそのことを自らの政治団体の収支報告書に一切記載しなかったのです。しかもこの業者は無登録で高利の金を貸し付け、暴力団との交際もある、いわば闇金。この件について小池氏は一切口をつぐんだままなのです。築地移転の迷走、希望の党の惨敗で一度は失速したものの、再びスポットライトを浴び再選に爆心する小池知事。しかしその真の履歴書をたどれば看過できないことばかり。自分を高く売る女上司再びならば、さらなる混乱は必至で、都民は高い請求書を突きつけられそうです。こうした疑惑の数々はクリーンを掲げる小池氏の致命傷となりかねません。そんな小池氏が支援する東京15区補選の候補乙武洋忠氏にも爆弾が炸裂。8年前の参議院選出馬直前に五股交際のスキャンダルが報じられたのです。乙武氏は記者会見で不倫について反省の弁を述べました。改めて深くお詫びしたい、多くの皆様の信頼を失いご迷惑をおかけしたとちゃんしゃする一方で、5人同時交際ではないとも釈明。過去は変えられない、再チャレンジが許されないと人生の再起が認められない社会になってはならないと語気を強めました。今回も掘り起こされた5人の女性との不倫報道を受けて、16年に当時の妻と離婚するも、18年に20歳年齢が離れたハーフ女性との交際が報じられたモテ男の乙武氏。ハーフ女性とは別の20代と思しき新恋人とスーパーで買い物する姿を目撃されています。乙武氏の爆弾は選挙戦の足かせになりかねません。加えて21日乙武氏の演説中に騒動が持ち上がりました。応援に来ていた荻野実都議が翼の党の根本良介氏に背中を引かれ転倒したのです。荻野氏は自身のツイッターを更新し、当該人物は自身の映像に証拠を残している、選挙妨害、撮影妨害、殺すぞなどの恫喝行為もあったと告発。さらに転倒時下はコンクリートだったことも明かし、当たりどころが悪ければどうなったか、危険な行為に憤りを感じると訴えました。一方の根本氏は進路妨害をされた、寄りかかられて体重を支えられず腕を振り払ったら大げさに転んだと反論。荻野氏を逆に非難する一幕もありました。ただこの騒動については自作自演ではないかとの見方も出てきています。そして翼の党の根本良介氏の過去の経歴から、根本良介氏と乙武洋忠氏はつながっているのではないかという声も上がっています。その理由というのは根本良介氏の過去の特殊な経歴からのこと。根本氏は過去に恋愛コンサルタントやナンパ師として活動、ナンパ師としての源氏名は中星一番。月15万円の講師料を稼ぐためボロアパートに住み、今までの自分を振り切るためにゲイ風俗で働くなどの下積み時代があったことを公表しています。その後独立し恋愛コンサル会社を設立します。恋愛コンサル会社では Twitter、 現在 X や YouTube を活用し、2019年には最高年間売上で2億円を達成します。その時の納税額1500万円の使われ方に疑問を感じ、税金の仕組みを学ぶ中政治に興味を抱き始めました。この現在恋愛コンサル業と政治家の二足のわらじの根本氏、そして
乙武氏も過去に不倫スキャンダルを起こしている中、乙武氏と根本氏の間に裏の関係があるのではとの憶測が広がっているのです。あくまでも不倫疑惑に便乗する形で注目を集めるためのやらせだったのではないか、そんな見方が少なからず存在します。実際のところ真相は不明ですが、小池都知事の金と男疑惑に加え、乙武根本漁師のスキャンダル合戦とも言える展開は東京15区補選の行方に大きな影を落としそうです。学歴詐称、暴力団との交際、闇金の問題が取り沙汰され、有権者の政治不信が広がる中で勃発した一連の騒動、小池知事率いる小池劇場の求心力はさらなる低下を避けられないかもしれません。そして小池百合子という女と関わったら落選するというジンクスも存在するのかもしれません。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。